今23歳で23で黒帯ですか、すごいですね、ちっちゃい頃から多分あの柔術は12歳から始めたっていう、12歳から、はい、元々柔道をやっていたんですけれども12歳で柔術を始めて、であのもう本当柔道の柔術にのめり込んでいったそうですね、まあ、遠い距離から組もうとしてもレスリング強いんで、はい、無理なんで、いかに打撃をね、はい、バトルボックスで打撃習ってるとタックルだ、カウンター、これ倒しきるか、レスラー、レスラー、うわー、ドライブしていく、両足をまとめた、タイミング素晴らしい、金髪の柏村です、レスリングチャンピオンを出だしましたね、そうですね、でもこれボンフルーチョークはいけるか、はい、今ギロチの体勢入っているリッキーヤではありますが、ただボンフルーチョークの可能性もあります、今ケージを背中にしましたリキヤ、あ、そして今柏村の目の前にイゴール田辺の姿があります、直接イゴール田辺からのアドバイスを聞くことができます、最強ですね、寝技に関しては、ね、そうですね、これギロチンしつこく来てますけどね、はい、そのギロチンを狙っていくリキアなんですが、ただちょっと入りは浅いでしょうか、どうでしょう、浅いですね、ただ両足をまとめていきました、いやいいですね、柏村仁之助、これはリキア選手はこだわらずに押し剥がして、膝抜いて立ちに行った方がいいですね、今ギロチンの体勢、でも相当このギロチン自信あるのかもしれないですね、そうですね、まあ、今までギロチンチョークで一本勝ちを収めたこともリキアはあります、あ、はい、もう本当に技が多彩でアームバーだったりあるいは V クロスアームブロックであったりですね、さらには、ね、スーパーソリカンバーといった、本当にデメトラチ・ジョンソンの技も使ったことがありますが、これでもあんまり嫌だったら足解いて逆サイド飛んでボンフル狙った方がいいですよね、なるほどなるほど、あの自分で組んじゃってるんですけど、向こうに飛んじゃってもいいし、はい、あ、今大丈夫、今外そうとしてますからね、今大丈夫そうです、抜きました、頭抜いてバウント押しになりました、柏村仁之助、ここが有利ですよ、さあここからじわりと、おっと拳落としていった、これはもう柔術の土俵ですよ、はい、バックを取っていく、バックを取っていく、さあここから勝利の方程式へ、今柏村が後ろにつく、さあ右のパンチ上がっていった、強打を放つ、さあ最後のパンチバックマウントからリアネイキッドだ、リアネイキッドチョーク、まだ危ないけど、あ、なんか持っていかれる、さあここからリアネイキッドチョークに捉えるか、頭の打ちずらすか、おっと決まった、リアネイキッドチョーク一本勝ち、ことなくフィニッシュしてみせました、柏村仁之助、いやいろいろありましたが復活しましたね、そうですね、これで連勝です、いやプライベートではね大変な目に遭いましたけれども、ただまあ本人はですね、今回の試合チャンスをいただけたからにはしっかり会場を盛り上げて、ふざけたったね今ちょっとまあ、そういうキャラで言ってもいいですよね、そうですね、で今後の格闘技界を引っ張っていく存在になっていけたらなというふうに本人は話をしています、いや楽しみですね、まあ、半年以上空いてましたからね、前回の試合からね、いやしかし打撃パウンドグランドパンチもかなり強くなってるんじゃないですか、強いですね、いやなんかロードトゥー UFC に昔2階級上で出てたんですよ、それでバカでかい韓国人に果敢に足勘で攻めてた時を、あれで僕結構感動して、本当気持ち強くて頑張るなと思って、そこから結構見てたんですけど、いろいろあったけどこうやって復活して適正階級でここから上がっていってほしいですよね、そうですね、23歳、そしてまた柔術のテクニックがこれだけ秀でてるわけですから、まあ、打撃もねかなり磨いてる跡が今日見えましたからね、はいはい、近距離でもビビらずに、はい、最高のタイミングでタックル入ったんで、そうですね、レスリング、チャンピオンでも倒されちゃったんですか、これはかなり柏村にとっては自信になる一戦だったんじゃないですか、相当自信になりますね、誰とでもやれるって思ったんじゃないですかね、はい、リキアはレスリングで大学時代にインカレ連覇してる選手ですよねいや総合格闘技面白いのってやっぱそのタイミングで、打撃とそのタイミングで入ると倒せるんですよね、なるほど、あ、柏村です、俺の中ですっごい気持ちのこもった試合で、前回このディープっていう団体に俺は迷惑をかけました、
試合飛ばしました。あれから俺ここまで頑張ってよかったなって思えてます。今まずはこのチャンスをくれたディープ佐伯社長、本当にありがとうございます。いらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、今後もディープもしくはライジン、もう11月名古屋あるらしいんで、俺出してくれないかなとか、なんかこう頭の中では描いてますけど、まあ現実そううまくいかないことも知ってるんで、まあとりあえず今自分が大好きなこの MMA、 もちろん寝技グラップラーだから、俺は寝技で決めていく MMA 極めていこうと思ってるんで、今後とも応援よろしくお願いします。セコンドがいかつい。見事に勝利を収めた良太郎選手。そうですね、ノックアウトでチャンピオンだった方ですね。はいはいはい。これで、村本選手2試合連続一本勝ちですよ。2試合連続ですから、やっぱり圧倒的な決め力持ってますよね。はい。いやトップ戦線に絡んでいくんじゃないですかね。はい、ここから、まあ、本人はこれで7勝したんですけれども、7勝すべてが一本勝ちという、すげえ。柏村陣之助捕まえれば確実に相手を仕留めることができるファイターです。すげえ。